よし、イベント2日目にしてたまりました。まあ今回結構頑張ってるな。ということで早速使っていくぞ。いいね。お、めっちゃいいじゃん。選び直すことはできないから注意してね。グラフィックめっちゃいいな。ちょっとあんまりジロジロ見ないでよ、恥ずかしいんだから。こっからもう少し遠慮してみて、ね、こっから始まるぞ。どうも、くまです。本日は現在イベントで行われているヨメパニで手に入るヨメパニモニクの専用武器プラさんのご紹介をしていこうと思います。よろしくお願いします。でね、このねヨメパニモニクはね、ちょっと火力がおかしなことになってる気がします。それではまずは性能を見ていきましょう。マルチ3体 2.76 非属性、そして単体 4.05 非属性ということで、まあ、マルチ3体の 2.76 をした後に、まあ、単体の 4.0605 をね与えるっていうね、なんかこれちょっと火力がおかしなことになってるかなと思います。非常に強いですね。というかこのモニクがいるせいで、まあ、サムライ連中が結構、スタメン落ちするんじゃないかなって思ってます。まあ、もちろん、覚醒ランクがすごく上げにくいので、まあ、覚醒ランクが高いサムライとかと比較すると微妙になるのかもしれませんが、いや、でもね、火力がおかしいっすね、これは。で、なぜ火力がおかしいかというと、まあ通常単体のキャラクターっていうのは、まあ大体5倍率ぐらいで、範囲としてはあるんですが、まあこのね、ヨメパニモニクは、まあマルチ3体ができて、かつ単体。で、その単体の倍率が4っていうね、っていう。ちょっと火力おかしいねっていう感じですね。いやー、すごいな。なんかインフレだね、これは。完全にちょっと、壊れキャラっぽいな。と私は思っています。で、まあモニクといえば前に EX モニクが実装されましたが、まあ EX モニクと比較すると、まあ火力面では今回のヨメパニモニクの方がそもそも上なんですね。で、ただEX モニクは必中とかがあるので、まあちょっと違う運用になるかなと思うので、単純な比較っていうのがちょっと難しいかなと思います。で、必中がない場合は、もちろんヨメパニモニクの方が強いし、まあ必中が必要で、まあ受け性能としてモニクを見たいというのであれば、まあ EX モニクを使うのが良いのかなと思いますが、いや、ちょっとこれはね、火力が壊れてるなと感じておる私でございます。それでは、キャラへ見てみましょう。キャラへこんな感じですね。可愛いんだよね。まあ、今回のモニクのキャラ絵めちゃめちゃいいと思う。ちなみに EX モニク。EX モニクもまあ可愛いか。いや、モニクの絵いいな。この水着ローズとかさ、すごい微妙だったのに。いや、このモニクの絵は個人的にはいいですね。そして SD、めちゃめちゃ作り込まれてる。さすが新しめのキャラというか、今最新のキャラクターですね。まあ、昔のキャラっていうのはあんまりここの SD っていうのは作り込まれてなかったんですが、まあ、今実装されてるキャラクターたちは本当に SD が綺麗。これもすごい綺麗ですね。まあ、ただ武器がね、武器とこの盾が、まあ、モニクということでルーラーソードっぽいのがちょっとダサいかなと思います。まあ、EX モニクとかだとね、かなりかっこいい盾とかっこいい剣になってるんですが、まあ、これはちょっとね、ダサいですね。じゃあ後ろから見ていきましょう。はい、後ろから見るとこんな感じです。後ろのね、SD もめちゃめちゃ作り込まれてるよね。しかもでかい、なんか。なんかここの四角からはみ出してる感がすごいな。いや、めちゃめちゃいいと思う、この SD。私はすごくお気に入りですね。まあ、嫁パニモニク、これはね、かなり育てることになるんじゃないかな。多くのプレイヤーが、まあ、無料で入手できるということで、
まあ、今嫁パニのイベントやってる人であれば確実に入手できますし、それに加えて火力お化けっていうね、これはね育てた方がいいと思いますよ。まあただちょっと覚醒がしにくいので、まあそこだけは注意しましょう。それでは試し切りをやっていこうと思います。はい、試し切りをやっていくのは無限の迷宮ですね。それでは行きましょう。さてと行くわよ。さあまずは火力お化けなところ。分かったでしょ。おお。はい、もうこれあれじゃない？これグラフィックというかな、エフェクト良くない？エフェクトもいいね。ただあちょっともうちょっと強いとこ行かないかな。ブランケトワール。あ、エフェクトいいじゃん。分かったでしょ。はい。じゃあ5体ぐらい出てくんないかな。あれ5体出てくるとこってあっけ、迷宮。ちょっと単体火力をね、見せたいんだよな。単体火力はクソ高えからな。あ、ミスった、ミスった、ミスるんかい。いや、でもね、本当に使いやすいと思う。いや、すげえ回避すんな、こいつ。まあ、このね、マルチ3体ってのがまず使いやすいし、マルチ3体の倍率も決してね、低くないんすよ。2.76 なんで。だから大体今みたいにマルチ3体の攻撃で大半が溶けていくんですね。で、それに加えて、まあ、打ち漏らしは単体 4.05 っていうね、まあ非常に高倍率の攻撃で攻撃するので、ほぼほぼこのキャラでね、打ち漏らしはないと思います。レベルを上げれば上げるほど。いや、かなり強いと思うんだよな。もちろん、先制がついてないとか、そういうところはあるんですけど、ただね、あの、異世界とか高難易度、まあ、高難易度ミッションは先制があった方が有利かなと思うんですが、異世界においては、先制ってそこまで重要視されてないはずなんですね。で、先制が重要視されるのはあくまで、まあ、昔あった烈級とか、地獄級とか、そういうところなので、こういうね、単純に倍率が高くて、強いキャラってのは、異世界ではめちゃめちゃ生きるんですね。しかもマルチ3体なんで、こういう編成の場合でもちゃんと攻撃ができる。まあ、2×2 とかね、もうね、今時代遅れの範囲じゃないんで。いや、これはマジで強いな。しかも、まあ、今見てわかる通り、ちゃんとね、ソルジャーの特性としてのスタンも発生するというね。いや、素晴らしい。いや、強いよ、これは。もう、侍編成することなくなるんじゃないかな。まあ、このモニークの覚醒後とか、いける人であれば、どうなんだろうね。もう、侍は外すんじゃないかな。このモニクに入れ替わるんじゃないかな、サムライ勢が。いやー、そうなるとサムライ勢も何かちょっと改変してほしいですね。まあ今、覚醒の、改変が来ていて、今のところ斧だけ、改変が来ている状態なんですが、まあサムライもいつか改変来ると思うので、そこでちょっとソルジャーとの住み分けをはっきりさせないと、このままだと防御力も高いし、攻撃力も高いソルジャーを使った方が有利だし、まあ、火力だけっていうのであれば、もう斧使った方がいいし、侍の立ち位置っていうのがね、まあ、侍とアサシンか。あれがね、ちょっと最近になってまた微妙になり始めてるんで。いや、もうね、それぐらいこのね、聖モニクじゃなかったわ。嫁モニクなんていうのこれはね、嫁パニのモニク嫁モニク花嫁モニクまあ、ちょっと言い方はちょっとわかんないですが、これはマジで火力が高くて、いろんなキャラをね、過去に葬り去るキャラクターとなっているので、まあ、ぜひね、この今やってるイベント、嫁パニをちゃんと回れば、誰でも入手できるので、ぜひ入手してください。これはマジで強いっすよ。もう火力が高い、本当に。しかも、エフェクトもいいしね。エフェクトよし、火力よし、SDAよし、キャラへよし。もう言うことないよね。まあ、ちょっと浮き出座がダサいってやつ。いいねー。いやー、これは育てよう。これは育てよう、マジで。これは強いぞ。これはいろんなキャラを過去に葬り去ったな。わー、死んじゃった。今更だけど、モニクよ。どんな立場になっても私は私、変わらないわ。これからもバリバリやってくから、そのつもりでね。はい、というわけで、まあ、花嫁モニクのご紹介でございました。強いっすね。もう火力がマジで高い。
で、ソルジャー特有の硬さもあるので、まあ、今回はちょっとレベルがまだ89ということで、まあ、落とされてしまいましたが、まあ、レベルを上げてちゃんと部長にすれば、まあ、ダメージは1とかしか食らわなくなるので、もうね、この花嫁モニックはぜひね、育ててください。そしてぜひね、ゲットしてください。まあ、ちょっとイベントを回るの大変なんですけど、まあ、そんなに入手難易度は高くないので、まあ、ぜひぜひゲットしてくださいというところと、あとはね、これをね、見ていて、もう嫁パニが終わっちゃってる方はね、すごく残念ですが、まあ、必ずね、この嫁パニまた復刻があると思いますので、その際はぜひこのね、花嫁モニクゲットしてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。